それでは早速話に入りますが、私の御所を御座に渡すということがなかなか容易でないということを一つよくあんた方の中に味わっていただかんといけませんよ。どうしても御所を渡せないということをやはりこう時々お持ち見るんだな。なかなかいつも思うやつですから機嫌ない時に思うやつに見えへんな。だから人間生活というものはね、その人の気分というものが大変こう左右いたしましてね、気分の悪い時にはね、ご法のことを思いしたって思えるもんじゃないんですわ。もうむしろじーっとしとる方が楽なんです。ところが一杯飲む、あのこと言ったらなあ、いっぱいこう呼ばれましたり、それから景色のええところへ連れてちもろたりするような時には気分が割合いいですけど、そういう時にはご師匠はこれは大事じゃわいちこと思うち見るんです、そういう時にね。だから蓮如様も法然様も、水の好きなものには水を出せと、お茶の好きな人にはお茶飲ませと、そしてご聞かせるがいいぞちことをおっしゃっておられますでね。で皆さんも風呂から上がった時にはちょっと気分がいいからね、ああいう時にここで聞いたことをいっぺんこうおさらいしてみるんですよ。ほったらかししちゃいけませんね。学校の子供でもうちもうてパーッとカバン投げてすぐ野球行くような子はあかんわいな。ちょっと野球行く前にちょっと慣れたことをカバン出して見る子供がこれは見込みのある子ですから、カバンをほったらかしてからさーっと帰って外遊びに行くようなのはこれはもう望みないですからね。皆さんも聞いたことはやはりこう周知、億年周知と言いましてね、こうやっぱり心の中にこういっぺんこう繰り返してみる、ね、おさらいをしてみると、どこをおさらいするかというとね、御所は任せられんがどうしたもんやろうかということを一応こう思うちもですか。それが大切。そこでその御所を阿弥陀様に全部お渡しするちゅう、お任せするちゅうことがこれがいるになります。それがどうしたら渡せるか、こうしたら渡せるかっちゅうことをこちらは案じておったが、案じたって渡せるものじゃないね。そこで聞かしてもらおうてみりゃ、親さんの方が渡せ渡せ先に向こうからおっしゃるから、ね、こっちが渡したいけども渡せねえんで困ると向こうから渡せ渡せとこうおっしゃるから、それを聞かせていただくちゅう、ええかな。渡せを聞いて渡すんじゃないんで、これがここは大事なところやからよく聞いちゃって、大概のものは渡せ聞いてじゃあ渡しましょうって、こうご褒美のやつはそうじゃない。渡せということを聞かせていただいて、それじゃあ渡しますわいとなるんじゃない。なかなかそうはなりませんね。だから渡せないということをご存知の上で親さんがおっしゃるんですから、もうそれも知っておられるんです。知らん親じゃない、私に行くかろうち、私に渡せ言うけど私に行くかろうけれども、これお前もっとったら大事やから渡せ言うんじゃぞと、そこで渡せ渡せとおっしゃる親様のこのやるせのない引きっきりのですね、絶え間のない如来様のこのお言葉をですね、何遍も何遍も聞かせていただくいうことが渡されることになるんです。あんたの方には気を使うことはないんで、渡そうちゅう気を使うことはいらないんです。それを聞きさえすりゃ、不思議なことにはもういつの間にやらトライしまう、ね、トライしまう、向こう様の方へ取ってしまわれるのでありますから、そこを一つ皆さんよ味わってくれよ。そこ大事なところ。東流は声で助ける、声で助けるとは呼び声によって私の中へ届いておくれて、ね、私の方がいろいろするんじゃない、動かすんじゃない、親さんの方が働いてくださって私の御所を全部取り上げてくださるいうことになるわけでありますから、ね、だからこっちが渡したということじゃない、親様の方が前越に取ってくださる、こういうんであります。御所は全部御座に任し切っていかねえか、全部もう渡し切らねえか、あんた方が半分でもっとたらきません、ね、全部惜しげなく阿弥陀様に任し切らねえか、で任し切った姿が御座頼めた姿やち、こう蓮如様がおっしゃるから、で御座頼め頼めとおっしゃる、頼めおっしゃる代わりにまた任せ任せおっしゃるのが
患者さんであります。でこれだけを聞いていただいたらもう間違いはないのであります。他のことはいらんのであります。いりませんかい。さあそこでちょっと聞いてくれよ。で頼むというは永遠の世界へ生まれ出させていただくということじゃち。永遠の世界へ生まれさせていただくということが頼むということであります。でね、この頼むということがよーわからんといけませんよ。これが腹入らんと、うん、であんた方ただ頼みさせれ、頼んだらええでしょ、そんなもん頼み方とは違うんですね。あんた方が勝手に頼んだって何もならん、馬も食べません、牛も食べん、何も食べん、あんなもん、うん、あんた方の頼んだぐらいじゃ猫もいやちもにゃおんちますいらんだいちます猫も犬もいらんちます、うん、ましてお浄土なんか許すけませんで、でお互いはね何もかも皆分かったごとくあるがですね、分かって分からんって言いますかね、分かって分からんものが残る。これが人生一物でしょうかな。ご褒美の上でもそう、みんな分かっちょるようなけれども分かっち分からんものが残る。なんかあるちゅうことだけは分かるけれども分かっち分からんものが残ってしまう、ね、なぜか知らんが胸の中が悪いんです。昨夜悪いもの食うた覚えはないけれども胸が悪いです。胸が悪い、ね、これはね薬飲んでも治らんそうです、この悪い胸はそんな薬はまだ発明されておりませんね、うん、この胸が悪いっちことは五章の根が切れてないっちことです。根が残っちゃうでしょ。だからいつ見ても胸が悪いんです。胸が悪い、ね、それの根を切っていただく、根切りをしていただく、五章の根切りをさせてもらう。で五章が悪いばっかりにですね、クオン号より迷うてきた、クオン号来迷うてきたというのは私の五章が悪いから迷うてきたんですね。五章が悪いというか五章を持っとるから迷うてきた。その五章の暗い木を如来様に今日ここでお渡しをさせていただかない感じ、これが今日のご縁であります。今日渡していんじゃくれよ、持ちいないようにな、ここへみんなお家帰っちゃくれよ、いいかな持って帰ったら思いばっかりでさ邪魔になる、ここへみんなお家帰っちゃ、ここへ全部お家帰っちゃな。そこでこのですね、いいかな、じゃあどうすればそれがそういうことになるかと言いますとね、これは皆さんよく聞いて、難しいことじゃないからね、誤報は難しいものじゃない、目安アホでも分かります。それは、ここですね、是非にお前さんを助くるぞち、どうあってもお前さんを救うぞと、俺に任せよと、お前の御所は俺に任しなさいよ、ぜひに救うだよと、こうおっしゃっておくれるですね、お心、これ親心と言いますね、その親心をですね聞かせていただくままにですね、聞かせてもらうまんまに、聞かせてもらうところにですね、今度は私の方が親を力強に思わせていただけるじゃん、これだけであります。いいかな。だから親様の親心を聞かせてもらうばっかりで、もらうまんまに、私の方が不思議なことに今度は親様を力強い思わせていただけるようになる、これが頼んだちこと、頼んだちこと。だから阿弥陀様が力強いんです。 あんた方今日ここへ出てくるときに阿弥陀様にご挨拶したかな、ご挨拶、今日はまあこれじゃけるけど今度からご挨拶してきておくれよ、ちょっと阿弥陀の顔見ちくる、阿弥陀に着きますわ、いちこいちこい顔見ちくる、いいかな、知らんかできたらいけないんで、戸締まりいいかね、戸締まりだけしてから、阿弥陀の顔を忘れちゃいけない、阿弥陀の顔をちょっと拝んじ、それから戸締まりしてここへ出てくるんで、今度から今日のところは許してきますわ、今度から許しませんね。で阿弥陀さんが、いや分かった、いちこいちこいちこい言われます、あの顔、お顔がですねあんた方の腹に入ったらいいんです。いいかな、これあのよ皆さん聞いてくださいよ。私も今日ここへ来るときにはちょっとこう開けましてね、で、まあ、とかね、
しょうまさんに言ったらバーッちゅうとこじゃけども、そこまではちょっといいきな、まやさまちょっと行かしてもらいますって、じゃあ一個行かしてもらいます言うてこっち来ました。今度からちょっと出るとき、一番行くときでもちょっと顔見て出なさいよ。ちょうど恋人同士が顔合わせるようなもんです。ちょっと顔見て出てくる、分かったね。ということは、親の心っていうのはどういう心かって言ったら、お前さんをですね助くるぞよと、ね、お礼任しとけ、こうしゃで任しとけいう、その親様のお心をですね聞かせてもらうまんまに、聞かせてもらうだけでですね、私の方が今度は親様を力強いに思うようになってくる。これが頼めたちゅうことだ。阿弥陀さんが力強い頼ましゅうなってくる。今まで阿弥陀さんがおってもらえてもどっちでもよかったが、今度は阿弥陀さんがのおっては寂しゅうておられんち、力強いに思えるようになりましたちゅうのが、弥陀を頼んだちゅうことであります。頼んだ印であります。分かったね。でこう頼んだ、ああ頼んだちゅうことはいりませんね。で阿弥陀様の親心が、親心っちゅうのはどうあってもお前さんを連れて行くぞと、ね、連れて帰るぞと、お礼任しとけよと、こう言われますから、それをその通りに私がお受けさせていただきましたら、ね、不思議なことに阿弥陀さんが頼もしゅうに思いちくるじゃん。これ不思議であります。これが頼めたという、頼んだというこのことじゃということを、これ蓮如様がおっしゃってくださっております。ですか。これは大変大事なところですから、難しいことじゃないな、うん、難しいことじゃありませんで、これ一つよ味をちょくれよ。で蓮如様のお文様をいただきますと、一年に弥陀を頼み立てまつる行者にはちゅうことがありましょう。無常代理の功徳を与えたも心を承認の和三人は、和三人の玉は無力は癖の無常の先着本願心ずれは、お言葉がある、ね、不可笑不可哲不可思議の功徳は行者の身に見ていき、あのご和三を引っ張って一年に弥陀を頼み立てまつる行者には無常代理の功徳を与える。無常代理の功徳ということは、いい試練功徳ということですね。もうこの上なしの功徳を与えるということが、はあ、幸せじゃの阿弥陀様ありがとうございますわいなと、こう阿弥陀様だけが力になり頼りになり頼もしゅうに思いちくるぞという、いいかな。で思いにはいけませんか、また言う、あれは人間の考え方、思いにはいけんとかいけるんじゃない、思いちくるつ、あんた方もそうじゃろ、おいしいお菓子を口に入れたら、はあおいしいって思うやろ。でおいしいお菓子を食べてもおいしいないと思うものおらん、おいしいと思います。あれ思いち、自然と思いちくる、ね、思うなと言うても思いちくる、まあそうですわ、分かったね。だから他のことを考えちゃいけません、ね、お前さんをな必ずわしが引き受けたから、御所も引き受けたし、お浄土へ連れて行くことも俺が引き受けたから、俺に任せよ、俺が救うぞよ助けるぞよとおっしゃるそのお心をですね、ただいま聞かせていただくまんまに、親様が懐かしい思いちくる。これが頼めたということじゃから、もうそれ以上のことはありませんぞということを蓮如様がおっしゃるんですね。いいかな。だから御所は弥陀が引き受けて送れるということがはっきりと私の腹にいただかれたち、御所は弥陀が引き受けて送れるということが私の腹にいただけたち、これですよね、引き受けて。だから御所は持っとっても阿弥陀様が引き受けてくださるということがはっきりといただけたち、ええな、ええかな。もう一遍言いますね、よく聞いてくれよ、これは大事なところですわな。でそれじゃあどうなんですかってこう言いましたら、阿弥陀様が私の御所は引き受けちゃう、それだけじゃない、里にも連れて帰っちゃう、こうおっしゃるそのお心です、お心ちゅ、そのお心を聞かせていただいてみればやな、
阿弥陀様が懐かしゅうになってくるじゃん。専明という和尚さん昔おられましたな。あの方は偉い人ですわ。あの人は偉い人ですな。で、あの人は御法話っちゅうのは難しいようなっち、学問は難しいわじゃない、御法話の方は難しいようだらあかんで、みんな迷うだけの話だぞ。これは鉄則であります。だから絶対に難しいことはないんであります。どんなアホでもいただけるようにおっしゃるのが御法話であります。だからそれは何かって言ったら、お前さんを連れ帰るぞ、連れ行くぞ、ね、ご奨励が引き受けたぞとおっしゃることを聞かせていただきまして、ああさようでございますかと、もう聞かせてもらったところでもそれでいいんだけども、こっちの心に直しますと、さようでございますか、ありがとう存じますなと、あんたさんようこそ、それはありがたいことですなと、その弥陀の真意が私の胸にピシャーとはまってきたんです。相手の皆さんの心と私の心とかちょっとちぐはぐの時にはまだ話が合いませんね。あんたの心がピシャッとこっちはまってきたら、もう物言わいで分かっちゃうな。同じく阿弥陀の心があんたの胸にピシャッとはまってきたら、はあ、そうですか、えらいいらんことを思いよったと、阿弥陀さんようこそなっちゅうことが浮いつきましたよ。心がこれが立派に阿弥陀を頼めた姿だよと、こうおっしゃる。いいかな、それだけはあんた方ぜひとも味わっていただきませんと、往生おぼつこなりますね。おぼつかない往生になっちゃう、ね、これだけは立派な往生を遂げさせていただかにゃ、これはどうにもならんのでありますから、もうこの世は少々小じきしても構わんけど、今度やり損のうたらいきませんばい、ね、それを何遍も何遍も落ち度のないように、誤りのないように聞かせていただくのがこのご法話でありますから、ご法ご法ご法義でありますからな。そこでちょっと言うと、じゃあ御性は御堂が取ってしもうたら、あのわしの方には御性はもうありまへんかち、もう空っぽですかって言ったら、どっこいそうじゃない、やはり今日もな、ここはお一員だけれども、印字見たらまた御性があったの、あるんですよ。あるんじゃったら取られたんじゃないかなっちけど、責任を取ってくださるちこと、物は持っとるんです。これは息が切れるまで御性ちゅう物柄はわしが抱えちょるんです。抱えちょるけども根が切れちょりますから、もう物は言いちくれ、もう言わんのよ。御性は物を文句言いませんね。もう殺されちょる、死骸はある、御性の死骸はありますから。あ、だからあんた方死に死なに御性の姿を見ることもあろうけれども、あっても親様の責任に変わっておりますから、だからもうあってもないと同じことである。あってもなき分なりち、ないことじゃち、あってもノーテも構わんちいうことになります。これ一つ皆さん味をちかんと、ご承ご承知、途中みんなおやすみあげしもうたら、いや何もなくなってしまうから、嬉しいばっかりで、そうじゃない、そうじゃない、ね、この暗い気を引き受けるという約束ができたの、もうそこから親さんの方にもう処理してもらうことになったんですから、処分してもらうことになりましたから、私の方はもうそこに心を向けることはありませんち、暗かろうが明るかろうがどうでもいいち。そして親様ようこそ救うちをくれるんか、あんたが救うちをくれるんかって親の方に心が行きますから、力強いに思わしてもらうことになるち。でこれが立派に弥陀を頼めたという姿だよということを蓮如様がおっしゃる。見やすいでしょ、はあ、例えばわしはあんた頼りにしとったらもうそれでいいんです。人間の世界じゃ頼りしても背負い投げ壊されることがあるわな、逆にやられることがあるけど、親様が相手ですから背負い投げありませんね。頼りにしといて、頼りにさせていただいて、もう親の心と私の心とが通じ合うんですから、それであの必死とすがる情報ができてるんですよ。もう通じ合う、親の心がそのまんま私に感じられ、私の心は親が知っとる、ありがとうございますっちゅうて親ととろけを追っておる。これが弥陀頼んだ姿だよと、こうおっしゃる。ええかな、あんた方難しいように思うたら、これ何歩一目が通りませんばい。だから見やすうに見やすうに一つ味をいただきましてね、どれほど見やすうだって構いません。親心を味合うんですから、親心は、赤ちゃんでも親の心は知っとりますばい、ね、
理屈が分かって知ったんじゃない。もう自然と親の心が分かります。赤ちゃんでも分かります。まして我々に52段は違うけれど、真実の皆の心はご縁があるものならば皆分かるち、分からせていただいてみりゃ、親の心が分かっちみりゃ、親を頼りにせにゃおられんことになるち、ね、親を力にさせていただかにゃおられんことになる、ね、頼ましゅうになっちくるということになります。分かったね。だから私の方ではまだそれほどご法じゃありませんけれども、昔はその家入ってきますと、まず真っ先に御前の方にご挨拶して、それから家族の者に、まあ、話を仕掛けたという方になっておった。今ぐらいは崩れましたけどですね。だから阿弥陀様という方が一番上、いつも阿弥陀様。しかも阿弥陀様は親しいんですけれども、ね、これあんまりその下げすんではいけない。昔はあのオーパン備えるにもみんな口にこう大手備えたんですよ。要は散髪屋さんがやっちゃうよ。散髪屋さんが口にこう大手散髪してくれるよ。ああいう散髪屋さんはあの A 散髪屋さんですよ。まああの大変お医者さんだったらこう口に大手、あら自分が映っちゃ困るから大手にあるけどこっちはあの親様じゃからもう足で触ってもいいぐらいだけど、そうじゃない。やはりこう大山一子とは大事、ね、で口に大手にこうオーパン備える、オーパン話、ね、丁寧なうちになるから、うん、お米の一粒ずつこうガラスの上へ置いてこう寄るんです。悪いの向こうへ捨てて、ええのだけこれ、それでオーパンを炊く、オーパンさん炊いてオーパンをお供えする。オーパンの鍋が別になるよ、みんなの鍋とは違う特別の鍋がありまして、それでオーパンを炊きます。それほどこの大山一のします、うん、します。私インドに行きましたら五体投地中のしますんだね。如来さんのところへこう頭を、体を投げつけてお礼をします。あれがいいんです。皆さんもあれがせんやいかん、今度からあれしようかな、ここでなんか、こうやってでこうやるの、ここへ持ってきてこうやって下ろす。あれなかなか難しいんだ、わけがあるんだよな。如来様の足をね、私がこういただくようつもりであれ行こう。浄土宗のお礼をね、こうしましょう。あれはやっぱ足をいただくっていう形をする。真宗はこれだけで、浄土宗はこう足をいただく。足っていうのは一番下のものですね。人間では足をいただいてもらうたら、なんか一番下のものをいただいてもらう、一番敬うっていうこと。つまり如来さんの足をこう下ろして、俺如来さんはあなたは、ね、私にとっては命の恩人ですと、命の親ですと、ね、よーすぐうちをくれるなって言うて喜ぶのがあのお礼であります。お礼ですね。いいかな。さあ時間がぼつぼつ参りましたから、これで。